はいどうも、チャンネルはリュウです。はい、えー、今日はですね、えーまあ、あなたの名前にも、えー、意味があると <laughs> いうことでお話ししたいと思います。あのしかもですね、あの隠された意味があります。えー、あなたの名前はですね、えー まあ、一つ一つにです、ね、意味がありまして、で、実はですね、あの、大昔の日本人が残した文献に、カタカムナという文献があるんですね。で、カタカムナ、聞いたことありますかねはい、えー。カタカナに似てるなっていう響きですけども、えー、実際はですね、その通りでして、あの、カタカナの元になった、えー、文字だというふうに言われてます。で、実はですね、この中、えー、カタカムナっていうのは、えっ、ー、と、一時一時意味がありまして、 えー、例えばですね。えー、っとですね。例えば、えー、見えるかな反射してますね。手という意味には発信とか放射するとかっていう意味がありますよとか、えー、見えるかなあには感じるとか生命っていう意味がありますよっていうね。はい。 あの、これ、一つ、一つずつですね、あの、意味があるんですよ。えー、なるんですね。例えば、うーた、た、だ、ひ、か、るとかね、えー、一つ、一文字、一文字ずつ意味がありますね組み合わせると、大体、あなたがどういう、えー、要素で出来上がってるのかっていうのが、えー、っと、わかります。で、これもね、ネットで、えっと、カタカムなっていうのをね、えー、探していただければ、えー、こういう50、五十、五十音のね、えー、一覧がね、 出てきますので。うわ、見にくいな。こんな感じで。一覧表がありますので、えー、また見ていただければと思います。またはですね、あの、まあ、ネット調べるのがあれだということであれば、えっ、ー、と、私の、うんっと、アメブロですね。えー、あなたの名前に隠された、えー、秘密というタイトルで、えー、書いてありますので、そちらをチェックしていただいても、えー、一覧表が見れるようになってます。はい。 えー、ということで、えー、今、LINE で友達登録キャンペーンをやってます。今ですと、不動明のパーツき画像をプレゼントしてます。あと、この動画の下に、アメブロのリンク、そしてホームページのリンクが貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネル RU でした。